初見会話です。やべえ、何があった。まず挨拶もしてないけどね。挨拶してない。あ、おはぴよ、どうもひなぴよと、どうもドリッス。ね、2週目をやってて変わったところから撮ろうと思ったんだけど、うん、この会話ね、会話パターン見てないのがあったんですよ、うんうん、これ見てないよ多分ね。今更だけど私青いバラなんて、見てない気がする。うん、うん、今更だけど私青いバラなんて初めて見たわ。お花屋さんでも見たことないし、これって現実にあるのかしらね。なるほど。よく考えたらイブは私と会うまでまで一人でバババーサーター。私と会うまで、会う前まで一人で歩いてたのよね、うんうん、大したもんだわ本当、うん、この辺見てないよね、うんうん、これは見た。あ、見た見た見た。そう、なんかね、さっきもう一個ね、見てないのもあったんだけどね、うん、見つけられない。違うわ、うん、ああ、飲めるかしら、うん、なんか喉渇いたわね、うん、花瓶の中の水って飲めるのかしら。やめといた方がいいと思う。冗談よ。ん、どうしたの。うん、おお、なんでそんな喋り方なの。迷惑かけてごめんなさい。じっと見つめ返す。じっと見つめ返すか。うん、うん、え、あのイブ、私なんかした。かわいい。ちょっと怖いんだけど。かわいい。うーん、かわいい。さっきの選択肢も出ないかな。全部見たいね。はあ、今日早起きしたから眠たくなってきちゃったわ、うん、美術館なんて久しぶりだから楽しみにしてたのに、このありさまよ、うん、正直もう美術館はゴリゴリだわ。これで多分全部見たかな、うん、他のは多分、うん、うん、いや、これでいっぱい話したから、うん、さすがにちょっと好感度上がっててほしいんだけどな、うん、こう好感度が関係してるらしいんですよね、うん、エンディングの来たー。なんでそんな喋り方なの、うん、なんでと言われてもなんでだっけ、思い出せないわ、うん、気づいたらもうこの喋り方だったのよ。でも堅苦しいよりいいでしょ。まあね、でしょ、うん、確かに。ああ、これは、うん、見たな、うん、うん、あー、かわいい。すこすこ、もう一個迷惑かけてごめんなさいをやりたい、うん、頑張れ。めっちゃ同じ会話するやん。何回も同じことを喋ってくれる、うん、ああごめんね、ごめんね。何、何が、何がごめんね、何がごめんね。ごめん、飛ばしちゃったよ、こちらこそごめん。ああ、うん、あ、うん、それにしてもこの部屋が近くにあって本当に良かったわ。扉があれば絵の女、これを読んだな。ああ、そこに飾ってある絵、タイトルが無題ってあるけど、無題っていうタイトルなのか、タイトルがなくて無題なのか、あんたはどう思う？おお、どっちだろう。あ？いや、まあタイトルが無題なんじゃないかな。なるほどね。でもどうしてそんなタイトルつけたのかしら。意味を持たせたくないからとか、うん、芸術って難しいわね。あ、来た。来た。迷惑かけて。ごめんなさい。そんな謝ることないって、イブのせいじゃないでしょ。かわいい。仕方ないわよ。まさかこんなことになるなんて誰も予想してなかったんだから。あ、元気出して。そんな暗くなってちゃ可愛い顔が台無しよ。やべー、イケメンだ。イケメンだ。すこ。ごめんねが気になる。ごめんねが気になるね。あれ1回だけかな、そんな大事なところ飛ばしちゃった。ここってさ、やっぱりあの美術館が関係してるのよね。私たち以外の美術館にいた人たちはどこに行ったのかしら。もしかすると他にもこの場所で迷っている人がいるかもしれないわね。なんとか合流できればいいんだけど、これでメアリーだと思ったんだろうね。あ、無題。無題。あんたはどう思う？真ん中行こう。うん、タイトルがないから無題なんじゃないかな。あー、やっぱりそうなのかしら。タイトルをつけるのめんどくさくなったとか、うん、まあゲルテナは相当な数の作品を作ったらしいからね。うん、うん、さあ、もう一個もう一個。さあさあさあ。こうやって連打してるうちにまた、うん、ごめんねを飛ばしちゃうかもしれない。よく見ておかないと、うん、あー、あ
なんか見たことあるような、見たことあるやつかな、会話に見えたな、うん、なんか見たことあるなと思ってさ、これだ、うん、あれあれまた飛ばしちゃったなこれだ、うん、これだじゃないよ、うん、あら、キャンディー食べないの、レモン味嫌いだった、いっぱいあるね会話パターン、ね、あ、違うの、まあ食べたい時に食べるといいわよ、うん、こんな小さいキャンディーでも食べれば少し落ち着くでしょうしね、あ、優しすぎる、めちゃめちゃ会話パターンある、うん、うん、あ、ラスト、あ意味は分かんなかったみたいね、気にしなくていいわよかわいいかわいい、ごめんって、あ、うん、私も早くここから出ることばっかり考えてて、配慮気配りができてなかったわ、ごめんね、おー、あー、やっぱ見てなかったわ、優しすぎる、これできっと好感度爆上げでしょう、めちゃくちゃ喋ったからじゃあ続き撮りますね、またカットです、頑張れ、はい、戻ってきました、ここクリアしたらなんかギャリーさんと仲良くなれるイベントがあるらしい、するらしい、そう、まさかね、ちょっと、うん、諦めた場所が、そう、やんなくてもいい場所がね、うん、あると思わなくて、あー、入り口閉まっちゃったわよ、ここでだって積んだからさ、ちょっと怖いよこの人、何いるの、あ、いけるいけるいける、よい、日誌、日誌、ちゃんと止まってくれるあたり、うん、人の思いがこもったものには魂が宿ると言われている、なるほど、それならば作品でも同じことができるのではと私は常に考えている、うん、そして今日も私は自分の魂を分けるつもりで作品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 作りに没頭している、うん、嘘、これだけ出口の場所くらい書いときなさいよね、うん、さっさと出ましょう、イブ、やっぱ絵画か、絵画か、あー、緑のボタン、うん、あー、ごめんなさい、え、待って、これやばくない、つんだ、あ、いけるいけるいける、ちょっと、あ、やばい、ダメだ、ダメだ、あー、無理無理無理、オッケー、よっけ、あー、無理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 、おお、開いた開いた、オッケー、出るぞ、あ、あ、ボボ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 ボ、よーし、すごい、え、これでこうちょっと仲良くなれたってことかな、会話イベントとかないのかな、ないね、なんかね、この赤いのだけ動かなかった、進んだらいいのかな、はあ、ちょっと2になっちゃったよ、うん、まあでもこれをクリアしたことによって、うん、ちょっと仲良くなったんだったら、うん、よかったなあというわけでまた変化があるまで、うんうんうん、カッツケツベツケツベツ、うん、うん、ここもなんか関係あんのかな、答えるか答えるかで、いるでいいのかな、うん、一応じゃいるよ、うん、そうならいいわ、ちゃんとそこにいてよ、うん、うんうん、しかし困ったわ、ね、あ、そこはライターがあったの忘れてた、ここで怖いんですわ、おーい、え、な、何よこれ、やだー、やだ、怖い、やめてくれる、ほんとよね、ほんとよ、本当きついわ、精神的に出ます、出ます、これな、あ、遊ぼうよ、うわぁ、初めて見た、夏季厳禁、書いてあった、なんか攻略サイトにここいろんな文字が出るんで、あ、そうなの、遊ぼうよしか出なかったけどね、あーとか、あー、あー、あー、めめ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 、あ、目つぶされとる、あ、ほんだ、めめめめめめ、あ、あの時だってね、うん、遊ぼうよしか出なかった、うん、遊ぼうよがで逆に出ない、うん、うわー、びっくりする、これ終わりかな、あと、うん、あ、あ、ねねねね、遊ぼうよ出ないんだけど、うん、あ、出た、あ、遊ぼうよ、はい、オッケー、満足したわ、うわー、びっくりした、あったね、それもそれあったね、ダメだわ、うん、慣れたと思った、うん、
引っ張った。いやー、ここイブちゃんで見れば可愛いんだけどな。ギャリーはこの時点でもあれに見えてたってことか。うん。でもメアリーもあれ自分が作ってたから。そう。だからあれを本当に本気でメアリーは可愛いと思ってて、ギャリーはもちろん気持ち悪いと思ってて、イブちゃんはこれに見えてる。じゃあイブちゃんがやっぱ精神がちょっとあれだったのかな。あのもうここでここの美術館が気味悪すぎて。かわいい。かわいいよね。はあ、もういいわ。早くここ出て。シュワムブブダバダブスバタンチタン。あ、これ調べてないからか。ああ。うわあ、それだ。あれ？あれ？おい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 。あ、落ちる前に。うわあ。え？うわあ、そういうことか。びっくりした。ジャンプしただけだったよ、うん、さっき。びっくりしたわ。ああ、あここ、うん。ああ。違うよ。うん。そっか。うん、優しいよ。うんうん。お、え、来た？来たね、なんか知らない会話だよ。新規会話だ。うん。ねえイブ、あのさ、もしおお、ここから出られるんだが2人だけだったらどうする？出られるのが、はっきり言うな。出られるのが2人だけだったら、これちょっとさ、うん、あの9歳にして思うんですよ。お世辞を言うのも大事だなと。あ、自分以外に譲ったらいいんじゃないでしょうか。あ、どうなんだ。なんかさ、うん、こうメアリーと出るとかギャリーと出るとかって、うん、その場だけで言うのはさ、うん、こうちょっとね、こう八方美人というか、おやっぱここはこう謙遜しようと。なるほど。譲りましょう。意外だ、うん、え、いいのイブ、そしたらお母さんに会えなくなっちゃうんだよ。きっとすごく寂しいよ。そんなこと言わないで一緒に出よう、約束だよ。いや、うまいこと丸まりましたね。いや、わかんない、なんかキャリーと出るって言ったらさ、うん、ぶっ殺してくれる、ぶっ殺してくるよね多分ね。メアリー、あのマジ闇してぶっ殺してくるよ多分。これで聞き耳を立てているとね。うん、知っちゃった、知っちゃった。そんな感じで出てたんだ。メアリーの秘密。なるほどね。で、セーブしたぞ。オッケー。怖い。ここでセーブ。セーブ。イヤホン外す。さあ、イヤホン外すよ。もう何も聞かないよ。無音でやろう。鍵が開いてるわ。はい。ね、聞こえるんだよな。イヤホン外してても。あ、マジで怖い。本当にやだ。どこにあるんだろう、鍵。結構さっき調べたけどな。うん。とりあえず扉が開かない。嘘、なんで？扉に文字が出る。また宝探ししようだよ。誰が鍵を持ってるかな。なんですって。この辺は多分違うだろう。うんうんうん。え、ああ、びっくりした。な、何？今度は何なの？ああ。なんかやばそう。鍵はどこ？ああ。気持ち悪い。あ。ああ。うん、やだやだ、ここはやだ、うん、やだ、あった鍵、あ、やった、よっしゃー、さよなら、おー、よっしゃ、おー、早い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 、あ、扉開いてる、
もういや、なんなのあの部屋。なんでこんな目に遭わなきゃなんないのよ。泣き言言ってる場合じゃないわ。イブだって怖い目に遭ってるかもしれないのよ。早く合流しなくちゃ。鍵見つけて猛ダッシュで走っていくギャリーさんを想像したらめっちゃ面白かった。面白かったな。ちょっと嫌なつけるわ。こっからさ、全然違うんじゃない？ね。展開が。楽しみ。ああ。これでギャリーさんになんか損をさせるというか、そういうシーンはなくなったかな。なくなったな。うん、よし、とりあえず。セーブしたぜ。進むか。あれ、扉が開いてるわ。こっちに、おう、階段だわ。ここまで来ちゃったけど、本当にこのまま進んでいいのかしら。かといって戻ったところでどうにもならない気がするし、どうしましょう。ちょっと待って、一回、一回ちょっとイブちゃんの方に戻ってみるか。ああ、戻れない。あ、本当だ。おお。じゃあ進むしかないの。そうだね。いいよ。ギャリーさん。あ、間違えた。やった、よかった。まあ、生きてたけど、闇落ちルートじゃない方。そう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 。頼むから無事でいてよ。お、お、お、どうしたの？メアリー？メアリー？メアリー、私メアリー。う、あはははは。私メアリーっていうの、私メアリーっていうの、私メアリーっていうの。うわー、闇落ちしてる。あらららららら ら, ら、ここでいなくなるんだ。メアリーが壊れちゃった。うわー、わー、どうしようどうしよう、怖いよ。メアリーどこ行ったの？びっくりした、びっくりした。こっちか。おお、え、うわ、何持ってんの？パレットナイフじゃない？やば、邪魔だな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 。イブ、置いてかないで。置いてかないけど。めっちゃ来る。はい、セーブしようぜ。セーブします。うわー、鬼ごっこだ。わーい、わーい。あー、捕まった、普通に怖いんだけど。邪魔しない。ちょ、あの、扉に入りたいんですけど。よし、この部屋に入ってこないのか。ああ、茶色の鍵。あれ全然違うね。ねえ、全然違うわ。うん、面白い。ちょ、メアリー、メアリー、メアリー、ああ、おう、メアリー、おう、ギャリーさん、あ、うわ、イブ、どこ行くの？なんで一人で行っちゃうの？一緒に行こうって約束したのに。うわ、ねえ、どうして逃げるの？イブ、かっこいい、惚れる、これは。ちょっと、何してんのよ、メアリー。うるさいな。おとなしくあそこで待ってればよかったのに。メアリー、あんたやっぱり。話してよ。キャッ。ああ、結局こうなるんか。イブ、大丈夫？遅くなってごめんね。イブ。ごめん、怖かったでしょ。もう大丈夫だからね。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃないのよ。ゲルテナの作品の一つ、あの追いかけてくる絵の女とかと同じようなものなんだと思う。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど、一緒にいると危険だわ。今もあと少し遅かったら危なかった。かわいそうかもしれないけど、急いでここから離れましょう。ああ、増加か。ピクリとも動かない。怖えな、ギャリーさん。で、セーブ。よっしゃ。よし。
これでハッピーエンド見れるんじゃないか。見れるかな。メアリーごめんね、うん、本当にこの階段で下に行けそうね。から何か変わるかな、うん、あーでもこの世界に行くのは変わらないんだ。おーそうだ、飛んでくるんだか。フィアウィー。あーそっか、絵本の世界か、うん、あーここ、ここはダッシュしてれば気をつけてます。よし気をつけて気をつけて助けます、うん、なんか随分と雰囲気が変わったわね。まあ用心するに越したことはないわ。メアリー来るかな。来るね、多分ね。来た、はい、はい、来い。エブギャリどこいるの。どこいるの。うん、怖いよ。ああ、うん、今のってまさか持ってきたんだわ、あの子。やだもん、やだもん、怖いよ。変態なんだから。本当よね、本当やだわ。もうストーカーじゃない。本当ね、もう子供だからって許されることじゃないのよ。あ、そうだったわ、お水汲みに行かなきゃ。そうだね、川があったわね。そうだったわ。よこらしい、よっこらしい、よっこらしい。はい、オッケー。で、チューリップか。そう、咲かせるわよ、お花咲かせるわよ。と、そうだ、あとあれだ、太陽。あ、そうだ、太陽のところでいっぱい話しないと、うん、またギャリーさんと。あ、そうだね、そっか、うん、ふぅ。あ、見てよイブ、私の時計壊れちゃった。よいしょ。あ、うん、うん、おう、バラの花持ってる。しっかり持ってなきゃダメよ、誰かに渡すなんて持ってのほか。フラグだ。それにしてもなんでこんなバラがあるのかしらね、うん、そういえば美術館で精神の具現化っていうバラのオブジェを見たけど、 あれは精神の具現化ってやつだったのね、うんうん、何か関係あるのかしらね、うんうんうん、ねえイブ、私と別れた後向こうの部屋で何があったの。え、石像がドアを塞いだって、そういうことだったの。確かにあれ意外と重いからイブたちだけじゃ動かすのは難しいわね、うん、うん、全然話してない ね、確かに。なんかこの場所耳鳴りがする。それに気のせいかしら、クレヨンの匂いがしない。しそう、うん、しそう、めちゃくちゃしそう。なんで、うん、さっきパンドラの箱からなんか飛び出していったわよね、うん、あれって何だったのかしら。なんか良くないものだったら嫌だわね。うん、うん、うんうんうん、なんかこのまま寝ちゃいたいわ。全然さ、この会話パターン見てなかったね、うん、なんか危ないわ、本当に寝ちゃいそう。イブ、とっとと行きましょう。嫌でし。ちょっと思ったんだけど、どうしてメアリーは私たちについてきたのかしら、うん、私たちをからかうためにっていうことも考えられるけど、なんか違う気がするのよね。いまいち彼女の目的が分かんないわ。まあ目的なんてないのかもしれないけど、うん、外に出たかっただけなんや、あの子、うんうんうん、とりあえずパレットナイフを持ったまま追いかけてくるのやめてほしいわ。パレットナイフってどんな凶器なの。分かんない、調べる。調べよう、うん、なんかバターナイフみたいな、うん、それを、ね、想像してるんだけど。想像してた。危ないんか。うん、私もう人形とか無理だわ、すっかりトラウマよ。そういえば美術館にあの青い人形の絵があったわよね。あれもゲルテナの作品なのかしら。なんとなく他の作品とは違う気がするんだけど、うん、そうだね、うん、あー、うん、あでもそうだよね、普通に刺しまくったら凶器かもしれんな、まあね、うん、それにしても随分進んできたわよね、私たち。いつになったら出られるのかしら。いい加減足が痛くなってきたわ。これは見たな、うんうん、これも見たな、た、うん、おお。イブは家族3人でゲルテナ店に来たんだっけ。ん、私は1人で来たの。別に友達がいないわけじゃないのよ。美術館ってゾロゾロと大人数で行くようなところでもないし、こういうのは自分のペースでゆっくり見たいと思ったのよ。うん、わ、うん、かる気がする、わかる気がする、うん、うん、さあ終わりかな、うんうんうん、結構
会話パターン見たと思うけど、うん、超話してるね、うん、ああとりあえずここまで進み続けてきたけどさ、私たち下に向かってない？階段降りてばっかり、本当にこっちでいいのよね。確かにね。確かに、うん、ごめんイブ、不安にさせるようなこと言っちゃったわ。なるようなことだったわ、うん、今のは忘れてね。いっぱい何種類あるんだろう本当に。はんはんはん、あの青い人形はメアリーが作ったんだろうね、うん、ゲルテナじゃなくて、うん、そろそろ終わりかな。おお、作品が一人歩きするっていう言葉があるけど、ゲルテナの場合本当の意味で一人歩きしてるから厄介よね。うん、うん、くらいかな。かな。よし、じゃあそろそろいいんじゃないか。いますか。さあ鏡を置く。動かす。動かす。はいよ、やるじゃない。やるじゃない。いける気がする、うん。ハートはここ。目はここ。月はここ。うん、太陽はここ。星はここ。なんだっけ次、ぐるぐるはここ、うん、覚えてるもんだな、うんうん、リンゴはここ、マップ的にね、うんうん、覚えやすかった、うん、こうだ、はい、プラスチックの鍵、さあここが運命の分かれ道、うん、セーブだ、セーブ行こう、そう、あの時セーブせずにおもちゃ箱落ちちゃったからね、うん、はい、行くぜ。箱、あ、ここにもあったわ。あ、あったね。おもちゃ箱に落ちた後何かあったっけ。あれよ、ギャリーとバラがいなくなる。あー、そうか。選択肢か、うん、うん。この中に鍵があるって書いてあったわよね。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら。行ってみたら。ポップな音。いやでも落ちた世界が不気味すぎるんだよな、はあ、はあ、バラがない、キャリーもギャリーもいない、パミパミ花びらが落ちている、落ちてる、花びらが落ちてる、花びらが落ちてる、赤い花びら、人形がいない、人形、人形がいるのか、人形だ、ああセーブ、ここにもセーブがあったわ、ギャリーより先に赤いバラを見つけたい、え、どこにある、ああギャリーが先にいる、うん、なんてこった、赤いバラは見当たらないな、落ちてないのかな、どうなんだろう、痛う、頭打ったイブ大丈夫だった？大丈夫。そう、よかった。それにしても何ここ、落書きだらけ、ここがおもちゃ箱？私たち上の階から落ちてきたのよね、あの子に押されて、とにかく鍵を探して戻らないと、ってなんか顔色悪いわよ、本当に大丈夫？え、バラをなくしたって大変じゃないの、早く探しましょう。了解。了解。ここでバラを見つけられないで、うん、ピンクの鍵を見つけちゃったんだよね、うん、先にバラを見つければいいのかな、バラがどこにあるんだろう、バラを探せの巻、見つけられない、ゆっくり歩いて、ここに花びらここにもあるんだよな、うん、あった、うん、やったー、おー、赤いバラを見つけた、花びらが少ないわね、早く回復させないと、どこかに花瓶ないかしら、花瓶、おー、あー嬉しい、え、花瓶、花瓶、花瓶ないでござるよ、ちょっと花瓶、あ、鍵あった、うん、あ、メアリーが出てこない、あ、ほんとだ、何この嫌な雰囲気、なんか前にも
わ、何よこいつら。イブ気をつけて。イチしかねえよ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 。よっしゃ。よっしゃ。完璧だ。すげえ。はあ。へえ。全然違う本当。うん。ギャリーさん生存ルートだ。うんうん。嬉しい。万歳。やった。イエーイ。ハッピーエンドが見れる。うん、なんか部屋の雰囲気変わってない？え、ここにもギャリーさんと一緒に行けるってことか。行けるね。よっしゃセーブ。うわー心強い。そして見事に塞がれてるわね。上に行くなってことかしら、うん、なんとか通りたいけど。燃やすのかな。燃やすか。そうね、それいいかもね。全然思いつかなかったわ、私ライター持ってるのに。よし、じゃあ燃やしてみるわよ。やった、うまくいったわイブ。ちょっと別セーブするか、うんうんうん、3。何この部屋、おもちゃ箱じゃないわよね。それよりイブ見える？向こうの壁にかかってる絵。あの絵なんか見覚えあるわ。ちょっと行ってみましょう。メアリー行くんかな。来たね。来たね。誰かいるの？イブにギャリー、二人とも無事だったんだ。どうやってこの部屋入ったの？出てってよ。メアリー、あんたは。この部屋に近づかないでよ。な。早くこっから出てって。ああ。早く早く早く。出ていけ！イエーイ！燃やしてやる。燃やしてやる。お前なんかもうこれしかない。かっこいい。イエーイ。お願いやめて。なっ、やだメアリーふざけすぎあやっぱでも切ないよな。なんていうか、女って怖いわね。そうだよ。怖いわよ。怖いよ。そうよ。まあそれはともかく、なんか思った以上に激しく燃えちゃったわね。イブ大丈夫だった？ガラス浴びたでしょ。あ、優しい。え？私の手？あれ本当だわ、切れてる。気づかなかったわ。さっきので切ったみたい。お互いはお互いを心配している。まあこれくらい大丈夫よ。価値を渡す。ここね大事なんですよ。へえ、そうなんだ。どちら？トゥルーエンド先に見たい、後に見たい。あ、じゃあ後で。あとね、うん、本当に大丈夫？なんともないわよ、舐めとけば治るって。さてそれじゃあ行きましょうか。お楽しみは後で取っておこう。せやな。うん、これってで、あー刺したんだね。さあ、まあセーブはうん、するか一応。4番4番3番3番が大事。うん、3番はメアリー。どこだ？生存してるね、まだ。うわ、くわ、くわくわくわ。くわくわくわ。くらいわね。イブ、足元に気をつけてね。あ、戻っちゃった。あ、戻ってきたね。戻ったね。戻ったね。あ、なんか下にあるし、なんかここ見覚えあるような。なんか下にあるし。もう本当だ。なんだ？こう。ちょっとめっちゃ録画時間が長い。一旦終わるか。一旦切るか。一旦切るわ。お疲れさっす。お疲れさっす。トイレ行きたい。